今回購入紹介するのは7月5日ね、チンパの誕生日と一緒なんだけど、なんと風太くんね、うん、で千葉市動物園に行った際に、うん、だこれ風太くんの20周年、うん、を記念した商品、うん、のうち何個買ってきたんだけど、うん、ちょっと全部載せるには収まらないから、うん、何回かに分けて紹介するんだけど、うん、その第1弾として、うん、この T シャツまず、うん、を紹介していきたいと思います。でね、これがこのまずこの黒いのが風太くんのこの実写をプリントしたやつなのかな。でこれ展望デッキの売店、そうそう、で買ったやつです。で買ったやつで、でお値段がこの3,080円です。ここにね書いてあるね、風太20歳20周年みたいな、うん、20周年 T シャツ、そうブラック、そうでブラックで、これがブラックですね、ブラックです。でこれがなんとだな、ピンピンベージュ、ベージュってやつ、同じね。でこの写真は一緒、うん、プリントはね。で、お値段が、こっちはちょっと高くて、3300円。スモーキーピンクだ。そう、スモーキーピンク。高いんだよね、ちょっと。ポケ付き？あ、ポケ付きだ。ポッケがついてるね。だからちょっと違うんだ。そうだ。どっかについてるのね、うん。ちょっと後で開けるけど。うん、まあ、紹介ね、うん。で、次が、これちょっとね、値段がね、これちょっと書いてはないんだよね、これ。ホームページに一応書いてあった。あ、書いてあった。で、これが、風太くんが立ってる、多分。そう。これは、絵かな？だから絵っていうか。イラストだね。イラストだよね。これは森のお店屋さんとカフェハピハピって売ってる。そう。で、これがいくら？で、値段が2900円です。ってやつだよね。だから、シンプル的にはこれも可愛いんだけど、うん、これがいいかな。絵的にはね。そうだね。可愛い。そうそう。これどこにもこれならね、着てってもおかしくないでしょ。うん。こっちはちょっともろ、風太くん。いや、いいんだけど、風太くん可愛いから。で、もろだから。バーンだね。そうそう。で、こちらがなんだろうね、これは。これも多分この辺に見えてないところにある。ああ、そう、同じやつかな、じゃあ。どっかにいるんだろう。ああ、違うやつではあるのかな、うん。ちょっと開けてみるか、ちょっと開けてみたわ、ね、うん。じゃあ、ちょっとこれから開けていくか、これ分かんないよね、一番。ね、とにかく混んでて、千葉市動物園ちっちゃいんだけど、売店がね、とんでもなくちっちゃいんだよ。分かるね。だから、分かるね。でね、だから売店がすごくちっちゃくて、うん、動物園ってとんでもなく大きい売店なんかないと思うんですよ。そうだね。ちっちゃいから、で、そこに、ね、やっぱ記念日ってことで、うん、どーっと押し寄せるんだよね。うん、だから、その、絵柄とかあんまり吟味してる暇はない。で、今いたね。なんだろうな、これ。なんか違和感を覚えるよね。立ってる風太くんだよ。よく見るとなんか頭だけ風太くんのなんだっけ、着ぐるみ着てる。そう、で、全身タイツみたいな。でもちょっとこの体のモフモフ感がないから、体で人間っぽいね。そうそう。ペラってやつ？でもこれはもう、ここしかいないから。うん、ワンポイント。ワンポイントだから切れるよね。こっちはなんか XL まであって、そうそう。これ XL を買いました。そうそう。ゆったりした方がいいから。ビンビンしてる。ビンビンしてる。風太くんちょっとこれを行こうか、うん。こんな感じね。うん。黒のやつ。だから、裏にも、これは何もいないタイプ。うん。だから着やすいよね。ちょっとビンビンしちゃうよ。こうやってるから。着やすいタイプね、うん、の黒いバージョン、うん、を購入してきましたって話。まずこれが一着ね、うん、風太くんも出した方がいい。ちょっと急いでるからちょっと汚い畳み方になっちゃうけど、これ風太くんね、うん、でこっち行きます。で、ね、これがさっき言った風太くんの、うん、こっちの方がだからさっきの黒いのよりものあれがモフモフ感を出してるからそうそう、だからまあ風太くんだね、うん、って感じで書いてあるよね。なんかそうね、この千葉ズーラ、パークかな、うん、パークって書いてあると思う。もちろん英語で千葉市動物公園って書いてある。そう、で、これがなんだ、風太なんかレッサーパンダか、レッサーパンダ、レッサーパンダで立ってる時の、そうだから、なんていうの、これプリントだからだよね、プリントだよね、そういうこっちが、はい、ちょっと、うん、プリントっぽい、ちょっとプリントっぽい。でこっちは、なぜか L までしかなかったから、そう L を買いました。多分、売り切れとかではないと思う。じゃないね、表記が L までだったから、うん、そう、で、裏は何もないと。でこれもね、普通に可愛い絵柄だから別に普段着ても大丈夫だと思う。ちょっとなんてクリーム色みたいな、そうそうそう、ただそう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 、まあただ汚れやすいっちゃ汚れやすい、うん、っていう T シャツ。これもちょっと風太くんがこう見えるよねこんな感じね、風太くん、うん、風太くん。でこれはじゃあ1個だけでいいかな、同じだから。あ、同じじゃないな。でこれがまずベージュだっけ、なんとかピンク、スモーキーピンク、そう、スモーキーピンクのポケット付きの、後ろなんだそれ、
こっちが前だね。そうだね、うん、これね後ろだった。そう前だと思ったら後ろだった。だから背中に風太くんがいるんだね、うん、でさっきないなと思ったら表面にポッケがある。こう胸ポケね、うん、ついてるバージョンで裏がさっき見せたように、うん、裏にバーン。そういう違いがあったんだね。そうだ、だから自分では見えない、ね、だから他人に風太くんを見せるスタイル、うん、でこのロゴがちゃんと20周年のロゴが入ってます。でもこれはねもろプリントだからあんまり着たりして洗ってると、いやね確かにペラなんか、そうペラ、そうなんかペロっていっちゃいそう、剥げてきたりとかしたりするのかもしれない。そう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 、だから気になる人、一応記念品だから気になる人は飾っとくのがいいかもしれないね。風太くんを見れるっていう、だから背中側にしてハンガーにかけて見てると風太くんがいるっていうね、そういう風にしてもいいかもしれないね。っていう風太くんで最後黒いバージョンになります。で黒いやつは前なんだね。だから黒いやつはこうやって、まあ、こんな感じ、前。はい。だこれは自分が見れるっていうか、まあ、自分、まあ、下見て歩かないと。前から見える。そう、前から見えるってなる。の、風太くん。で、後ろは、ないとかね。うん。そう。だから、そういう違いあったのね。そう、ポケットがあると多分ここに印刷できないから、こっちはポケットなしになってて。だから、前面で、うん。こっちはポケットを作るために、うん、あの、背面になってる。うん。で、こんな、ね。で、これは両方とも L サイズです。そう。で、こんな風な、風太くん T シャツを、まずご紹介するって感じ。他にもね、種類はいっぱいありました。そうそうそう、ありすぎてて、うん、全部は無理。そう、全部はちょっと自重した。で、自分たちでいいなって、あと、だからさっきみたいに混んでるから、うん、ものすごい本当混んでるから。レジが本当に長くて。あの、人は、あの、来てるって、ほら、自分たちディズニーの動画を時々上げるんだけど、うん、あの、ディズニーに比べると、まあ、なんていうの？とんでもない規模の小ささなんだけど、その動物園っていう、千葉市動物園っていう中では混んでる。うん、で混んでるとやっぱり売店がちっちゃいから、うん、あのなんだっけ、あとにかく早く並ばなきゃやばいんだよね、うん、だってもうすでにすごい並んでるから、そう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 、それは早く並ばないともっと並んじゃうっていう、ね、そうだからその中で自分が可愛いなっていう、うん、あの T シャツ、うん、をとりあえず選んできたって感じで、下の2つは特に上の2つは記念品って感じかな。だからプリントがプリントだから、あのやっぱ剥がれちゃうとかするからあれだけど、この2つ下の2つはチンパ的にはいいのかな、うん、感じかな。やっぱ着やすいよね、うん、いやちょっとこれがなんかチンパ的には なんか気持ち悪いって言ったらなんか人間に見えちゃうんだよね、なんか感じはするけど、うん、いいと思う、うん、でいう今回第一弾として今回はあの T シャツをご紹介させていただきました、うん、以上です。